んですよ。世界が自分だけでできていたら不幸だ。もうだいぶ寝てしまったんだけど。暑いよ。牛見に行くか、猿見に行くかなね。マク行ってあげたんで。いや、行ってない。女の人も釣りしてるわ。飯食い行く。とりあえず淡路定食。猿なんか淡路島に猿のところもあるね。あれ今日やってない。え、今日何曜日？木曜日？木曜日休みだわ。サル淡路島モンキーセンター。ん、淡路島にイルカもいるの？これ俺行ったことある場所これ。なんかあるわ。イルカ見る？これ前行ったことあるとこ？なんか俺行ったことあるな、ここな。あかんわ、ここ。やっぱ牛か？やっぱ牛にミルクあげるべきか、父親になったから。牛行くわ。牛の、あ、なんか汚ねえな。牛の乳搾りに行くわ俺。子牛にミルク、父親研修。上手にミルクあげる。抱っこしてあげないで。
いけないかもしれん。行こうか。抱っこじゃないって、抱っこするっつってたよ俺今。風船ありがとう。コアラ、コアラもいるの。コアラもいるけど、ビールありがとう、寿司ピー。え、コアラがいい。いや、コアラも牛も近いな、これ多分。こっちの方がいいんじゃないの。コアラ、ウサギ、ペリカン、ウマ、ヒツジ、ロバ、イングランドパークみたいなとこあるよ。カンガルー、こっちの方がいいんじゃないの、牛より。お、ビールありがとう。いや、ロバもいるよ。まず牛を見ようって。俺岩手だったら牛なんかアホほど見てるけどね。お前ら牛好きな。牛、ちょ、とりあえずコンビニ行こう。乳搾り。乳搾り。どうしようとしてたっけ今。まあいいか、乳、まあ見るかあげるか。じゃあナイスありがとう、風船も。岩手の方、万栄の人を置いて。万栄って何？何の万栄って。ちょっとコンビニ行こう。岩手小祝農場とかあるからね。キツネ28号3競馬。岩手万栄競馬なんてある？すごいね、女の人もガンガン釣りしてるわ。悪いよ、ほら、女の人。こういう趣味持った女の人、かっこいいね。女の人って何やってても、なんかかっこよく見えるよね。なんでなんだろう。スノボしててもかっこよく見えるし、釣りしててもかっこよく見えるし。こういう外で戦う女はかっこいいね。
うんこしたいんだけど俺。サーフィンとか。筋トレ女子は、いや別に俺筋トレしてる女子は、別に、なんか別に何も思わんな。じゃあ本日も淡路島ちょっと行ってみましょうか。9時に起きる予定だったのにね、12時40分に起きてるわ。あなこれ神戸裁判所洲本ってここら辺に裁判所あるな。あこの辺やな、裁判所、裁判所あるわ。電話いっぱい来てた。いや何件来てたんだろう、分かんないな。何件かは来てたね。寝てたね。5時間ぐらい寝た。いや着信音も大きくして寝たよ。大きくして。養分がいつか行く裁判、なんだ俺裁判されんだよ。悪いことしてないのに。うわ寝たわ。うわ。うわ。寝たわ。いっぱい寝た。天気いいわ。気持ちいいね。レッドブル。心、体、みなぎる。レッドブル。ここのコンビニ儲かってんだろうな。淡路島でコンビニやったら儲かりそうだな。コンビニねえから。コンビニねえから。ちょっと行ってくるわ。
柄あれ出てくるわ。ちょっと待ってて。すごいの、すごいの見つけたわ。買ってしまった、思わず。なめ猫、なめ猫携帯灰皿。思わずレジに並んでて、あ、これ買っとこうと思ってなめ猫買ってしまったわ。牧場行って乳搾りするよ。なめ猫、最初にガソリン入れちゃおうか。目の前ガソリン伝わるから。ねえ、30分ぐらい走るっぽいね、車で。そしたら帰り、多分ガソリン入れないで帰れるでしょ。どこのコンビニこれ。あ、淡路島ファミリーマート、ファミリーマート発見。なめ猫、なめ猫携帯灰皿。できる男は携帯灰皿。おお、強部 KP ありがとう、サンキュー。え、ありがとうね。淡路島って高いんじゃないの。なめ猫、あんたはなめ娘や、なめ娘、うん、なめ猫となめ娘。ペロ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 。これ何これ、これセルフ、うん、あ、いいか、ここじゃなくて。ペロ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 。おはよう。これ右手にもなんかご飯屋あるよ、立派な焼肉。何これ。え、どこ向かってるって。牛見に向かってんだよ。美味しくないんだこれ。魚民とかあんだけど、イオンもあるわ。イオン、イオン行こっか。イオン、今から成田夢牧場来る。なんなん成田夢牧場って。淡路島ってなんだ、そんなに牧場だらけな。うどんって何、この辺通るところにあんの、通り道に美味しいのあんの。いや、どこ行ってもいいんだけどね。お、ギガントニックありがとう、サンキュー。オン、成田空港の方牧場って。バカ、おめえ成田空港って東京の方だろ、おめえバカ。なんで俺成田夢牧場に行かなきゃいけないんだよ、お前。
かしいだろ言ってること。いやほんまおかしいだろ。よさいだわ。よさトライク乗ったよさいだ。あの乗り物って高いんかな。え、なんとかの里、マキカの里って何。いや俺別に牧場が好きなわけじゃないよ。エイジって何なん。おめん岐阜県、お前バカかこの野郎。なんでお前らね、そんな遠いとこばっか行ってんの。現実考えろよこのバカ。また観覧車。いやもういいよ、2夜連続同じ観覧車乗ってどうすんの。俺が絞ってもらってどうすんだよ。絞っても何も出てこないよ俺。おちんぽミルクしか出ない。おちんぽミルクしか。養分伊藤のおちんぽミルク。ママの乳搾りが早くね。パカお前。パカパカパカ。暑いな。すごいね。どこもかしこもみんな釣りしてるわ。なんだこらババ。おい淡路4395。なんやこいつ、暴走族か。あ、なんかのどかでいいね、ほんまに。ほんまのどかやん。スキヤあるよ、スキヤ。淡路島のスキヤ。田舎に住みたいね、田舎に。しらす丼食べてないよ。今日夜は中村と、知らねえ、なんか言ってたね、明日遊ぼうって。渦潮、渦潮見てない。あ、渦潮見たいね。渦潮って何時まで見れんの。釣り竿積んでないよこいつ。赤信号無視やろこれ。これ神戸716、これだから神戸県民はって言われんだ。これ渦潮。何これ、ここの辺のこの変な店、体操クラブだってよ。なんなん体操クラブって。なんなん、すげえ気になるんだけど。あ、潰れてるわ。あ、潰れてねえか。おにゃんこクラブ。
エッチなセクキャバみたいな名前やな、おにゃんこクラブって。そのうちなんか AV とか出そうだね、なめだるまってねえ、パロディみたいなの出そうだな、なめだるまって。こいつら大変危険エロし、なめだるまなあAV ってユーモアあるなんか名前のところ多いからね。ユーモアあるとこ、おにゃんこクラブ知ってるよ。テレテテレテセーラ服をトゥトゥトゥルトゥ脱がさないでトゥトゥトゥルトゥトゥって、これでしょ、おにゃんこクラブ。おにゃんこクラブ、髪の毛切りたいわ、このダッサいこの髪の色どうにかしちゃえわ。あ、なんか蕎麦屋さんあるわ。あ、蕎麦いいじゃん、蕎麦食いてえな。何がいいと思う？メイドとかいいんじゃない？メイド、メイドとかエロメイド、それともあれにする？なんだっけ、なんだっけ、あれ、ラムちゃんレムちゃんみたいな、なんだっけあれ、あのアニメ、なめだるまって、なめだるまじゃん、お前。あ、リゼロ、リゼロ。あ、だからメイドか、結局メイドか。あ、ナースいいじゃん、ナース。OL とかいいんじゃない？ OL、 OL とかいいんじゃない？OL とかね。ありのあり、ショムニってなんなん、ショムニって。ワイシャツコスプレなんでよ、あかんやんけ。メイドのコスプレして、メイドとかいいよな。なんか人生で言われてみたいよね、なんかね、おちんぽおいしいでしゅみたいなね。帰りなさいませご主人様って、乳搾り、牛
牛の乳搾りで興奮。何これ、とんかつ、とんかつ屋なのにカキフライの旗ばっか出てんだけど。スポーツジムは淡路島にあるんだな。流行るんかな。あれ、マクドナルドがまたあんだけど、マック。髪切りたいんだけどな。明日髪切りに行こうかな。淡路島は四国じゃないよ、兵庫県。鬼がかりでモーニングスター飛んできます。鬼がかったクソチンポ、キャーッ。鬼がかり先バレだよな、先バレ。ペキュン。これ布団屋さんあるんだけど、でっかいな、儲かってんのかな。細川、なんか淡路島って変なお店多いな。布団屋だったり、なんか変わったお店、大音量でやってるやつ腹立つ、パキューンって。でだけど俺、あのパチンコで当たったらの流れる歌を結構音量高めで流すタイプだよ。嫌みたらしくドヤ顔しながらね、行け風のごとくってガロとかね、うん、そういうあのクソタイプ、嫌みたらしいタイプだね。そう、周りに聞こえるように、あ、この歌を聞くのがいいんだよねみたいな。俺そっちタイプの人間だから、意地の悪い人間なんだろうね。西松山あんじゃん。何今の車、ハローキティの車やん。ハローキティの車今見た、右にハローキティの車走ってた。ハローキティ、牛のミルクあげて大人であげてる人いるのかな。俺だけなのかな。子供がいっぱいいたらちょっと諦めるしかないわ。得意やろ。えけど、あの子供の中俺が一人いたら場違いでしょ。場違い。平日だからいない。負けないこと、逃げ出さないこと、信なんとかかんとか信じ抜くこと、誰になんちゃらららら、それが一番大事。曲流さないので、いや、あの流せないんだよね。いや本当は曲流したいんですけど。
流したいんですけどね。ここでガソリン入れたらよかったかな。まだいいか。今のところでやっぱ入れたらよかった。これって俺どっち側に行ってんだろうね。戻ってんのかな、大阪方面に。それともさらに奥に行ってんのかな。その先スタンドあるの。もうあるんじゃない。知らんわ。こんな島の方なんてあんま来てないから。気持ちいいわ、ほんま。半分ぐらいあるよ。半分、まああと1メーターぐらい、1メーターちょいぐらい。ハルとセイジ、毎日相沢嫌いな人でナイス500ぐらい増やしてる。そうなん。何であの相沢ってあんな嫌われてるの。すごいよね、配信者も。相沢嫌い嫌いって言うけど、すり寄ってる人多いのにね。不思議だよね。リスナーもこいつが嫌いだからなんてナイスを押すなら絡まないでよとかってなんないのかな。なあ、感覚が不明だよな。なぜ関わるんだろうって。いや、なんでやろうな。結局認めちゃってるところはあんじゃないの。こいつは数字持ってるやつだって構うからね。こうさらなる栄養をあげちゃうんだけどね。何やこれ、カンガルー。何やこれ、車屋さん。はるちゃん最近ずっと言ってる。ただなんかさ、結局やってることってなんかあのみんなで一人を潰そうとやってるだけだけどね。みんなでやってる集団いじめと一緒やけどね。どこ向かってる今。牧場。なんやこのパチンコ屋、名前が好きだわ。ミリオンって、パチンコミリオン。バイク乗ったら気持ちいいだろうな。みんななんかそんな何もされてないのに、なんでそんなにそんな粘着してんだろうね。なんか恨みとかあんのかな。ラーメン食いたくなってきたな。ラーメン、これ何これ、ご飯。いや、つけ麺とか。なんか淡路島はなんでこの子供こんな帰るの早いの。まだ1時20分だよ。早くない？小学校終わるの。人の生活保護ってそんな気になる？気にならんやろな。お声を花火ありがとう。サンキューありがとう。誰が生活保護もらってても興味ないけどな。
うわ、なんか確かになんか牧場っぽい場所やな、これな。あ、書いてるわ、花とミルクの島って。あ、牛マークが出てきてるわ。いじめじゃないでしょ、出しゃばりで人の嫌なこと平気で言うし。けど同じことやってんでしょ君たち。だからちっちゃいよな、なんかな、なんかそいつを叩いてるやつもそいつに執着するやつらもな、なんかそんなされたの、されてたらわかるけどね、何もされてないのになんかギャー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 騒ぎすぎじゃない？何これ、これこのバス、何これ、バス専用駐車場って一般車両は、あ、もっとあっちってこと。こういう配信が好きって、これも変わってるやろ。な、何これ、ん、何なんこいつ、なんでこいつ左走ってんのこのジジイ。普通お前右やろ。え、俺が間違ってる、え、これ逆走、え、俺逆走してる、ちゃうよね、え、あかんわこれ、子供も大量にいるし、え、俺逆走してないよね、え、俺がおかしいの、違うよね、淡路島のなんかルールが分かんないんだけどえ、これ、これ駐車場ってもしかして、あ、これやね、淡路島のルールが分かんないんだけど、あ、淡路島のルール、なんでさっきのは車もバイクも右車線で走ってきたの、俺じゃないよね、おかしいのね。え、ちょっと子供がいっぱいいたんだけど、海鮮丼ネタがなくなったの終了、もう終わったの、だって俺ちょっと今戸惑ったもん、お前らのなんかコメントの中にもさ、ヨウベンそれ逆走じゃないのみたいなこと言うから、え、俺がミスってるみたいな、俺ちょっとビビったもんね今。ちゃんと駐車できてるよ。 あ、なんだ、牛の匂いするわ、牛の匂い、ん？配信できるんか、できるやろ、できないわけがないだろ、牛なんだから。アイス嫌いなんやね、だけどみんなアイス食ってんな、結構若めの人も牛に来てるんだね。男の一人はいるか、いや、いると思うけど、ちょっとあの小学生の団体気まずいな俺。小学生がこんな牛牧場に来るぐらいだから、ミルクとかあげるんじゃないの、バター作りとか乳搾りとか遊んであげるかと思うか、学校の先生みたいなのいるだろ、俺みたいなの世の中で不審者って言うんだよ。
大人たくさんの方がいいだろう。子供に紛れて俺までミルクやるなんて、お前なあ、女性専用車両に入るようなもんだろう。あんまりだけど臭くないね、牛の割には。牛の割にはね。子供の頃はな、こうやって牛と戯れたりとかってあったんだけど、大人になると牛から遠ざかってくんだよな。中ってこれ中じゃないの？まあ、ちょっと行こうか。舐められたら向こう、また吉。宮城県仙台市笹釜工場釜石のそば、舐められたら向こう。舐めに行こう。あとカップルとかさ、カップルとかさ、舐め猫。すごいね、バブル全盛期みたいなファッションの人が多いね、淡路島。うちの乳搾り、みんなだけどなんかアイス食ってんな。そんなアイス好きなんやない、みんな。さっき買ったやつ、乳搾りとミルクあげる。だけど乳搾ったで、その乳どうすんの？持って帰れって言われたら悪くなるからいらんよ。溶けちゃうよね、帰るまでに。なんかだけどこの辺なんか牧場シリーズみたいなのがいっぱいあるから、牧場シリーズみたいな。死んだ人しかいないんだね。ポニーも見たいけどね。ポニー。
お、あ、いるわ牛。何これ、癒しの曲を聴かせてるってよこれ。モーツァルトの癒しの曲聴かせてんだってこれ。毎日8時間なんか流れてるわ。淡路島の牛はモーツァルト聴いて育つんやな。学校みたいだな。学校みたい。クラシック牛だって。クラシック牛、あーいる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 、あいるわ狛犬みたいな、あいる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 。これ乗馬だって。乗馬、うわいるいるいる。来たんだけど何もくれねえと思って、あっち行ったわ。こいつなんかくれるのかと思ったら何もくれねえと思って多分どっか行ったわ。うわ子牛だわ、これ子牛。乳搾り体験してるわ子供たちが。痩せてないって、これ子牛や、牛の赤ちゃんやろ、牛の赤ちゃん。うわーすごい、ロバ、ロバどっか行くわ。なんかあの悪いことして連れてかれてるみたい。お前ちょっとこっち来いって。これ何、これ、これも牛？ちっちゃいね。牛の乳搾りしてるわ。これどこでやってるんやろうね。どこでお金払ってるんか、あれ。草あげない、あげちゃダメみたいやね。乳搾りしてる。これは乳のましって今混んでんのかな。乳、あこれバタ、バター作り、ここバターチーズ作りはここ。子供がいっぱいいるわ。ご飯屋さんもあるわここ。玉ねぎ辛めカレーとか、牛丼とか。いや団体って一組しかいないんだけど。子供が父、父の町どこやろう。ここなんだこれ。あ、ここ生徒がいっぱいいるわ。これちょっと早めにこれ父の町探さないことには、これ子供とバッティングするわこれ。バッティングしてからじゃ取り返しのつかないことになるぞこれ。
どこに、どこが父の場所なんだ。子供に囲まれたらちょっとより大変やな。券売機あった？ちょっともう一回戻るか。あ、小動物園みたいなのもあるんだけど、何？あ、ウサギいるわ。これウサギ。ちょっと待って、ちょっと一回探すわ。あ、茶色の狛犬のところ。子供とバッティングするのかな。入場料とかないやろ。裏口ではないでしょ、これ。人並みぐらいの金だったら払えますから、自分。ちょっと聞くわ。あ、これか。あ、父の町。すいません、これ父の町。混んでますか？あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。ではね、ちょっとご説明させてください。はい。格子のね、お口のところに近づけますと、ね、はい、これ映していいですか？大丈夫です、大丈夫です。はい。格子のお口のところに近づけますとね、はい、パクッと加えますので、はい、キュッとお尻を上げていただき、はい、ここお尻を上げていただき、一気にその子に飲ませきってくださいね。はい、抜いたり入れたりなさると嫌がるので、はい、一頭に決めてください。はい。いろんな子にはあげないでください。わかりました。あとね、すごい吸引力です。はい。ですので、ギュッと持ってくださいね。ギュッと、はい。はい、あの、噛んだりしませんので、はい、取られちゃいます。はい。はい、お願いいたします。はい。開いて右の腰さん取りますが、どの子でも結構です。はい。ありがとうございます。寄ってくると思いますけど、寄ってこなかったら、あの、はい、辛いのものがありますので。はい。無料じゃないよ。いい場所なんだ、ここは。ドイツにしような。一番可愛いのこいつやけどな。誰も寄ってこないんだけど。え、こいつらだよね。誰も来ないんだけど。え、ちょっと誰、すみません、ミルク、ミルク、ちょっとどうですか、ミルク。あ、いやいや、来た来た来た。はい、どうですか。おおおお、ほらほら、おおおおおお、力強いね。あらら、勝ち込み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 。おいおいおい、抜けるぞ。ちょっと落ち着け。すごい吸引力だ。ユイトとは桁が違うわ。わわわ、これどうですか、美味しいですか。俺の、あ、引っ張るな。おいしい？おらら、おいしいですか？そんな力強いって、めちゃくちゃ強いって。
どうですか、美味しいですか。うわうわわ、口泡吹いてるわ。これ手洗いたいわ俺。あ、終わりやね。うわビタビタだ。美味しかったですか。一人一本ずつあげようか。もうないですよ。え、お、もうないよ。お、舐めるなっちゅうの俺の手。あと2本ほんじゃ買ってくるか。手洗いたいね。手を洗いたい。手、ちょっととりあえず手洗い。1本500円ゲップもさせるよ。ここに置いていいですか。これ手洗うとこってありますか。白いブロック塀の向こう側です。あ、はい、ありがとうございます。乳搾りもする。ドンとあったもん。ちょ、終わったんだけど俺の目的。これ牛の乳だって。いや、ケツ破けてるのままだって。だけどあれまだ見てるもんな。でもこれ子供はあげれないね、力強すぎて。なんか見てるもんな、こっちを。ずっと遠くから見たよ。じゃあおごるわ俺が一杯。一杯おごるわ。ほんじゃ、かわいそうやからな。ポニーは乗れないんだね。すいません、もう一本ください。ありがとうございます。これを買ってしまって、先ほどと同じなので、はい、お願いします。はい、はい、重ねります。はい、どうも。平等に、やっぱ俺父親だからね。父親だから。牛から学ぶものって多いからね。牛から学ぶものって。ちょっと、あ、やるわ。牛から何学んだのって。子供にあげるミルクのあげ方。俺一応父親やから。ちょっと、まあお前目にハエがいっぱい止まってるわ。おい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 、落ち着け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 。ダメ。よし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 。
かったらもうあと一匹のこの子牛にもあげた方がいいやんな。ちょっとそしたらかわいそうやな、3匹いるんだから。3匹いや、一応均等にあげないとかわいそうやろ。よいしょ、ちょっと一応ね、だけどバター作ったらこの場で食うみたいやね。バターは3匹いるから。あ、すいません、ちょっともう一本ください。ありがとうございました。それにね、あ、すいません、なんだ、3回目ともあればもう準備されてたんだけど、ミルク、あや、でっかい犬いるわ。でっかいな、犬でっかい。でっかい犬や。こっちもでかい。でっかいわ。でっかいな。うちの犬とは桁違いやわ。今のうちに飲み。これで3匹になる。あいつらバレると来るから。もうちょっとこっち来。あ、やばいわ、来たわ。ドン。ドンタコス。え、何やったよ俺。お前もう飲んだやろ。こいつ。おいおい。まあ、顔でかいんだよ、体が。早く飲んでしまい。これ。これ。これお前は。よし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 。はい。もう一周してるね。よし、これで全員にあげたわな。あ、名前つけてたろうが最後に。こうやってずうずうしいから、モンジョリ、お前ちょっと可愛らしい顔してるからな。何にしようかこいつ。え、角生えてる。こいつ何にしようかな。こいつモンジョリっぽい、ずうずうしいから。これで咳込んでるから、ひでまま。じゃあこの虎柄みたいな、ヨギママ、モンジョリ、ヨギママ、ヒデママ、この目元がヒデママっぽいでしょ。この目の周りの汚れというか、それがなんかヒデママっぽいでしょ。こいつずうずうしいから、モンジョリで影でコソコソしてよ。これヨギママ、これ目とかにほらハエが止まってるんやで。邪魔じゃないんか、ハエも逃げないんやな。逃げない。よぶんシャミして取ってあげてて、取れないだろ。よいしょ。あ、はい、これドッグランって、ここがドッグランなんや。1本500円、もう終わったわ。結構力が強いから、1本500円、力がね強い。子供だけじゃ開けれないね。でこっちはでかいでかいね、牛やね。乳搾りもする？
これここの牛はご紹介すると、モーツァルトを毎日8時間聞きながら育ってるあの牛です。うわ、ハエがすごいわ、めっちゃついてるわ。邪魔じゃないんか、ハエとか。すごいハエがみんな顔に群がって、ハエも逃げないんやね。ほら目とかにすごい行くんだよハエが。なんでなんやろ。いや、モーツァル聞くとリラックスできるらしいわ、乳出す牛は。だからモーツァルと流れてるんでしょ。なんかいい乳出すらしいよ。で、なんかここのはソフトクリームが有名らしい。で、ポニーはなんか耳引っ張られてどっか連れてかれたね。なんかやったのかな。ポニーは耳引っ張られて悪いことしたのが連れてかれた。首根っこ掴まれて。じゃあ帰ろうか。いや、小前さっきいたんだって。なんか「いでてて」ってなんか連れてかれてて。せっかくだからアイスクリームも食うか。カレーライスとかあるんだけどね、牧場のカレーライス食う。牧場のあのおばちゃんたち写真撮ってね、メイドの土産に写真撮り、なんかこれメイドの土産なるわっつってて、死覚悟してるわ、死覚悟してる、メイドの土産になるわっつってる。ゆいと、あ、まあ、近いからねこれね。何なんだろう。ビーフカレーだよ。牛丼が売ってたもん。牛丼が。牛丼が売ってたもん。牛丼。これあともう終わりなのかな。ここ牛乳があるわ、淡路島牛乳。終わりやね、終わったわ。まあいいか、じゃあ次行こうか。アイス、俺アイス好きじゃないよね。じゃあアイス、アイスクリームってあんま俺好きじゃないよ。食べようか。アイスクリームってここで買えるんですか。アイス買うか。ほんじゃお土産買ってくか。アイス少なめにしてもらう。あ、牛、牛あるやん。牛買ってこうか。これとか、どれがいいかな。ウサギもあるけど、あ、2つ買ってこうか。ママ馬好きやから。袋に入ってるやつもいいな。これとこれ、
ママとゆいちゃん。よし、あとソフトクリームください。あ、ソフトクリーム少なめで。はい、ソフト1個ですね。ミルクとカフェオレあります、うん、え、ミルクとカフェオレありますけど、俺ミルク、はい、本当はめっちゃ少なめでいいよ。はい、3.90円ですね。袋大丈夫ですか。あ、袋欲しい。はい、1枚大丈夫です。はい、3.95円ですね。はい、もう2口分ぐらいでいいや。はい、うん、1万と10円じゃなくても一緒か。いいですか。10円の方がいいよね。お、100円で買ってくるもんね。うん、95円ですね。いいか、1万円。はい、いい、何でもいいです。はい、6395円ですね。はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ごめんなさい。もっと少なくてよかった。お母さん、またでかい犬いるんだけど。さっきの犬とは別？あれ。一緒？また奥にすげえでかい犬いる。一緒か。なんでこの辺でかい犬しかない？ソフトクリーム。牛の隣でソフトクリーム食いたいね。いや、俺こんなに量いらないの。俺アイスクリーム嫌いないよ。牛の隣でアイス食いたいよね。もう勘弁。犬も入って大丈夫なんだって。犬も OK。差し入れ持ってきたけど大丈夫って。差し入れどこに。この牛牧場に。あ、ウサギもいたよ。ウサギも。車のところ。あ、嘘、いいんですか。なんだ、ちょっと待って、何今の鳴き声。おーい、おーいって。あ、ちょっといただきます。あ、なに。あ、うわうわ、めっちゃうまいやん。うん、めっちゃうまいやん。何や、何なんこの変な鳴き声。めちゃくちゃうまい。うん、めっちゃ甘くてめっちゃうまい。だけど中見て回るってなったら多分あの15分で十分やね。15分。ちょっと車の鍵出そう。15分で。いや、結構狭いね牧場。結構狭い。
想像の3倍ぐらい狭いですね。想像の3倍ぐらい。あ、すいません、ありがとうございます。すいません、用具の嫌いな徳島。あちょっと徳島好きになった。ちょっとありがとうございます。またまた。いやもう、はい、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ステッカーあげますか、はい、ステッカーあげますか、大丈夫ですか。いただけれたら。あ、本当ですか。ちょっと今出しますね。ちょっと待ってくださいね。アイスクリームも置くわ。あっつ。アイスクリーム邪魔やな、これ。アイスクリーム。普段誰見てんですか？ゼロワンとか。見てない。セージ見てない。養分をあれでミューアツシって言ってるでしょ。え、沖縄の。沖縄の誰？ミューアツシ。はい、キャスで。はい、で、知り合いで、その時はずっとやってた。あ、本当ですか？うわ、嬉しい。じゃあツイキャスってことは、じゃあモンジョリとかも見るんですか？いや、見ない見ない。あ、見ないですか。おかまは、おかまはあかんすか？見てませんね。可愛い子限定ですか？すいません。あ、すいません。ありがとうございますよ。今度、今後ともぜひぜひ。はい、すいません。よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございます。今朝はね、うん、寝落ちしてました。僕も爆睡してた。いや、僕も見ながら、岡山のおばちゃんです。本当、ありがとうございます。わざわざ遠くから。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。あ、やばいやばい。あ、アイスが、アイス溶けてるわ。俺の嫌いな徳島県から来てくれたんやって。やばいやばい。俺の嫌いな徳島県から。俺徳島県嫌いなんだよ。徳島県、うわ、いっぱいいっぱいいただいたね。なんで徳島嫌いって。あのね、徳島はいつも俺怒られるんだよ、徳島県で。運転、あの高速の料金所のおっさんとかに、ラーメン屋に行っても何もしてないんだって。だから、あの、何やこいつって思って。だから、あの、いつも徳島嫌いってな。生魚売り場のおっさんにも怒られるか。生魚売り場のほんまやっと、うわ、嬉しい。セブンスターもいただいたわ。セブンスター嬉しい。あとお水、多いお茶、嬉しいですね。孫、なんかおかしくなってない？今回この謎の淡路島旅ね、あの簡易トイレいらねえ、そんなの。いや、俺アイスもういらないね、これ。わかる？あのね、ずいぶん前からもうアイスいらないよ。もうアイス嫌いなのよ。アイス
今回のこの突発淡路島旅、まあ3人来てくれたからね、牛にアイス食わせたらあかんやろ、口に突っ込んでいいならあげるけどな。あ、味はうまいうまいうまい、普通、くくうめ、おいしいよ。もうアイスいらねえわ俺。濃厚濃厚、味はめちゃくちゃ美味しい。けど俺アイス嫌いだから、アイスはほんま嫌いなんだよ。これいくら？わかんない、人形2つとアイスで3000円だった。アイス好きじゃないんだよ。なんでって？嫌いだなと思っちゃったから。まあ父親としてね、ミルクの飲ませ方を牛を通じて学ばせていただきました。ありがとうございます。延べ3頭モンジョリ、ヒデママ、ヨギママと命名させてもらってね、牛たちはもうもうと美味しそうにミルク飲んでくれました。ありがとうございます。今2時でしょ。ちょっと次のとこ行くか。いや、この辺り結構近めだと思うんだけどね。母の大変さ感じた。多分次ユイトにミルクあげるときはいつもよりうまいと思う。いつもよりもっと上手だと思うわ。いつもよりコアラ行く？コアラ行く？なんかなんとかの丘っつうのとコアラのところは別物なんだよね多分ね。でね、イングランドの丘みたいなとこの方がなんかいろいろあるのかな。これも近いんじゃない？あ、4分の場所にあるよ。そっちも行ってみる？ファームパークってところ。そっちはなんか花とかゾウガメとかコアラとかいるのかな。カピバラ、カンガルー、ダチョウみたいな。ちょっとできるかわからんけど聞いてみて。ちょっとそっち行ってみようか。猿はいない。あのね、本当は猿行きたかったんだよ。猿、あの猿のところ定休日だったね。昔あの九州の高崎山っていう猿の巣があるんだよね。もう猿しかいない。そこで俺配信したことあるんだよ。猿にどつかれたからね。あいつは気性荒いんだよ。いや、ミノーも行ったんだよ。ミノーも行ったんだよ。ミノーは猿いなかったね。いや、追っかけ回してくるよ、あの猿。じゃあそこ行って帰ろうか。
もういないよ、美濃の猿っていうの。見たことない俺。猿探しに行ったんだよ俺一回。あの滝んとこだろ。行ったんだよね。いやなんかね、高崎山の猿は2つのグループがあるんだよね。だから東京卍会とバルハラみたいなね、なんか2つぐらいのチームがあって、あのな、猿は年功序列なんだって。年功序列。あ、よう知ってんね、247号。で、昔、小猿を誘拐した人がいるんだって。ロープウェイにチラシが貼ってあってね。チラシが。猿の子供は持って帰らないでくださいって。で、過去の事例が書いてあって、猿の子供持って帰ろうとしたやつが、ね、あの、猿に囲まれてとんでもない目にあったっていうのがあった、書いてあった。だから絶対に、赤ちゃん猿を見つけても連れて帰らないでくださいって注意書きしてある。もう囲まれてひどい目にあったみたいよ。そう、猿、人間が猿に囲まれたみたいな。そうそう、モンジョリ派とヒドナ派みたいな。じゃあちょっと次行ってみようか。じゃあじゃあ行ってみようか。あんま来ないからね、こういうところ。これやね。うえっ、わりかし近いねここは。じゃあそっち行ってみましょうか。近いな、めちゃくちゃ。京都のゴリラはしょっちゅう見てるかな俺。じゃあ行こう。ろうそくありがとう。ここはなんか人も少なくてゆっくりできるからいいかもね。子供連れでちょっとなんかさらっと来る程度でいいね。乳絞ってみたいな。小祝農場も昔行ったよ。あ、俺岩手やからね、小祝農場行ってもなって感じやん正直。何これ、合ってるか。俺は田舎の方好きだから。これ鳩大丈夫かこいつ、お前邪魔やこれ鳩。鳩ってなんか逃げる気ないよな。普通に走ったらなんか引いてしまいそうやね。マサトさんとこ行かないね。いや、ガソリン入れてなくなるんじゃない。タバコももらったよ。タバコもいただいた。淡路島の人は道譲ってくれるね、優しいね。大阪のね、あの気の利かない奴らとは違うね。大阪だったら入れてくんねえからな、あいつら。無理やり入んないと入れてくんねえもん。そう、タバコもらった。
島アレルギーをって、徳島アレルギーってここ徳島じゃねえから、徳島関係ねえから淡路島なんだから、島だけだから一緒なの。ちょカンガルーみたいな。道後温泉もあるよ、あの天皇が泊まってた旅館も泊まったことあるよ。パチンコはゼンツみたいな名前のパチンコ屋行ってた気がするな俺。つかなんか安いね淡路島。お前子牛、あゼントだゼント、ゼントゼントだゼントだったっけかな、なんかそんな名前のパチンコ屋だった気がする。確か朝一で売ったんだよ、けど負けた気すんな。あのね、俺人生でこれはやめた方がいいなと思ったのは、一人で旅館に泊まるっていう行為だね。一人で旅館に泊まるっていう行為、これってなんでやめた方がいいかわかる？あの広い部屋に一人でいるほど虚しいものないからね。何これ、今人死んでも安いよねこれ。家族層38万だって、38万円で葬式できるってよ。だから最近家族葬が多い、なんかみんな死んでも家族葬だよねほとんどね。うなちゃんも家族葬だろ、38万円で燃えたんかな30。だけどなんかあの葬式をねぎるってなんかちょっとひどいよね、弔いとしてはね。人生最後が38万円で終わってしまうってちょっとチャッチーな。お金かけずに燃やしてほしいって、まあ、死んだ後なんか何してくれてもいいよね、ミキサーにかけてくれてもいいよね。どうなっても興味ないよな。あ、もうあら、もう着いたわ。あ、この辺がもしかしてあれなのかな、観光地がよりなんかくっついて歩いてんのかなこれ。結構いるやん、結構いる。いるじゃない。ここが噂の場所。そのお金欲しいだったらって。俺だって欲しいよ。あ、ここやここ。こうぶつけない。こうぶつけたらえらいことになるで俺。最悪、淡路島も嫌いになるから。帰るまでが遠足だから。野郎ども、次の場所行くぜ野郎ども。次の場所、え、このバスに誰が乗ってきてんのかな、こんな平日に。うわ、ブッサーって何言ってんお前、お前ブロックぶち込んだろうかお前な、あなあてめえのゴミくずがよ。え、電波悪い、電波悪い、悪くないだろ、お前の携帯の電波が悪いんだろなあ。クソみてえな携帯使いやがってよなあ。あれあれなあ、クソみてえな携帯使いやがってこの野郎なあ。端末 iPhone15 に変えてこい、15にガラパゴスなんか使わないよ、ガラパゴスなんて。あ、ありがとう、あ、紅葉花火ありがとう、サンキー。
ありがとうございます。 YouTube で成り上がれなかった気まぐれクックって、気まぐれクック、目の下のクマがやべえって、これ悪口になってないでしょ。気まぐれクックはすごいでしょ。ねえ、褒められた気分になるって。しかも俺 YouTuber じゃねえし、 YouTuber じゃねえから俺。シャフわかる？シャフ、自分シャフってわかりますか？社会不適合者。ちょっと行こうか。歩いたくなってくるね。グレイ果てしなく続く愛の名を永遠と呼ぶことができたなら、シャフニーとブセイクってこと。何言ってるんだお前、ぶっ殺すぞお前なあ。舐めてんじゃねえぞこの野郎。おかかってこいじゃねえ、この野郎。なんか人生最後のなんか死ぬ前の旅みたいなね、これ。やり残したことはないかって。そうだ、最後に動物を見て死のうみたい。あ、誰だ、淡路島バーガーとか売ってんじゃない。ほら音楽もなんかドラクエの街みたいな音楽流れてる。帽子かぶったらあかんやん。帽子かぶったら。これチケットどこで買うんだろう。あ、こんにちは。大人一人。これ自分携帯で映しながら見て回ってもいいですか？大丈夫ですか？あ、はい。はい。なんだ、生ライブ。で見て回るで自分だけ映しながらでいいですか？他のお客様とかは映さないように気をつけます。あ、なんかリアルタイムでの。あ、そうです。はい。で映しながら見て回ったりとかいいですか？ちょっとね、候補のも今席外してるんで、はい、ちょっとだけ待ってもらっていいですか？はい。これ見れなかったらもうチケットいらないんだけどね。いけるんじゃない？これだからなんかでっかい公園みたいな感じやもんね。熱っ。うん、あそこなんか公園みたいなとこやね。熱っ。ネジ出したらいいって。暑いな。
で、はい、先ほど言ったように一般の方はい、気をつけます。すみません、ありがとうございます。はい、はい、優しいはやっぱ淡路島の人って優しい。入国したわ。これ何これ、シルエットラリーっていうのあるわ。クイズラリーっていうの、一緒に変装したコーラと仮装したパンダっていうのがいるみたい。ちょっとこれバッグに入れていい？もう時間的にあんま回れないからね、淡路島。ちょっと財布もちょっとバッグ入れとこうか。財布落としそう。カンガルーでも見ようか。カンガルー、うん、あら、また子供がいっぱいいるわ。子供がこんな感じやね。イグランドってここ入場料1200円、人並み程度の場所やね。さっきの牛も朝入場料とかないからね。入場料とか、これって広い場所なんかな。花とかもあるわ。ずいぶん広そうやで、これイングランド。来ました、外国。すごい広いで。これこっちはこっちで何があるんやろ。あ、熱帯植物館だって。見たいこれ。あ、爬虫類とか見るわ。行こうか。爬虫類やって、ヘビとカメ。だけどなんか建物の中っぽいから、なんか電波切れそうな感じはするけどね。ちょっと今日は淡路島が好きになったね。優しいとこ多いね。高知県もそうだったけど、あっつ。三尺バナナ、これも枯れてるやん。三尺バナナ午前中、わーありがとう。バースデーケーキもラスコイラスコイラスコイ。これ何やろ、こういうの俺家に欲しいもん。こういう緑の、花とか。サボテンだわ、キングマハラジャ。なんやん、キングマハラジャって。これ朝顔やろ、朝顔。スイレンだって。あ、こういうのスイレンっていうの。金魚もいるやん。変な鳴き声が聞こえる。いや、子供の声やね。すごい金魚。あっつ、またカマ三兄弟。あ、ヘビいるわ。カーペットパイソンだって。でっかいなこれ。しかも抜け殻あるんだけど、抜け殻。カーペットパイソン。
カーペットのような柄が美しい。あ、ニシキヘビの仲間なんだ。すごいわ。カーペットパイソン、ヘビやね。こっちじゃない、これ。青ジタトカゲ。あ、いた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 。いたわ、これ。青ジタトカゲだって、これ。こんなんよく言ってるな、ペットショップにな。やっぱヘビってかっこいいよな。おお、このカメやいるわ。ヒョウモンガメ、ヒョウちゃん。でっかいな。誰が持って帰る人とかいそうやけどね。こんなだけ感じ、こんな感じだったらバッグに入れてとかな。でっか、ゾウガメだって。でっか、すげえでかいわ。50センチもっとあるな、これ。ゾウガメ、アルタブラゾウガメだって。120センチ、300キロだったよ。300キロ、パルパルより重たいやん。しかも名前がマリちゃんなんだけど、ワンライブ名前がマリちゃん。マッサージが好き、お尻がぷよぷよだって。名前がマリちゃんなんだけど。マリちゃん、マリちゃん、こっちにもいるね。うわ、こっちはもっとでかいんだけど、ガッツくん。動いてる動いてる。巣に帰るんか。すげえな、でっけえなこれ。陸上に住むカメの中で2番目に大きい陸ガメなんだって。こっちもっとでかいで。これガッツくん、ケズメ陸ガメ。歩くスピードが速い、早起きが苦手、食べる順番にこだわりがある、でも野菜はもっとすっち、うん、ガッツくん、ガッツ、あかんわ。ガッツくんってことだけ広くね敷地ね。えマリちゃんの敷地は狭くね、めっちゃマリちゃんの敷地。これガッツくんだけどめちゃくちゃ広いで、それぐらい動くってことなんかな。あっせー、これヘビコーナー終わり？終わりかな。あ、うわうわうわ、コアラだわこれ。よう見たらハッピーハロウィンってコアラ。よう見なきゃ気づかん、うん、よう見なきゃ。よう見ないと気づかんわこれこれ何なんこれ。エレモフィラニビアって、これもう腐ってよこれ。ほんとかよ。ここ終わり。爬虫類コーナー、爬虫類コーナー終了です。次、あ、ちょっとなんかマップみたいなのないんかな。
マップみたいな。爬虫類も結構好き。鳥はいないんじゃないかな、ここ。鳥は。これ何やこれ。ロックガーデンマップってこれ。これ見る？これ、ロックガーデン。アジア区、中国区、欧米、日本、チューリップ、園芸、南米、アフリカ、オセアニア、ロシア、ヨーロッパって。花とかあるんやね。うわ、ちょっと俺めっちゃ気になったね。これ見ていい？これ。